はい、皆さんこんにちは、うちでございます。ドラゴくんが下回らないドラクエ7ねやっていきたいと思います。前回の終わりのパートでも言ってたと思うんですけども、あ、前回の終わりのパートじゃないね、前回のパートの終わりに言ってましたけども、まず賢者の石が欲しいということで、あと1枚なんですよね、メダルが。でメダルが1枚ということ でメダルをもう一度おさらいしようと、私取り漏れしてるとこあるだろうっていうところで、見てみたんですが、もうどこ取り漏れてるか全然わからないので、その時に一つひらめいたことがありましてね、あ、移民の町を発展させればそこで出てくるじゃないという感じに至りました。で、移民を増やしまして町を発展させましたので、さあここからやっていきましょう。どこにあるのかさっぱりわかんないんですけどこれが一体何人規模の町なのかわかんないんで、とりあえず35人、最大の35人規模からやっていきましょう。ですからこれやり方間違えるともう取れなくなっちゃうんですよね。ここはどこだい、まあ、いろいろ、回っていきましょうか。移民の日記を手に取って読んだ。新しく宿屋もできたし、ここもだいぶ町らしくなってきた。このまま人が増えればゆくゆくは世界で最も人口の多い町になるかもしれないなと。ちなみに5人ずつ増えるようなので、あ、5人ずつ町の規模が変わるようなので、ちょうど私が5人ぐらい増やしてきたんですよね。いや、もうかなりあれしてましたよ、忘れてました。さあ、お、ここはでもそのままだな。実は前にも来てね失敗したんですけども、でこれあれなんだ、あ、中身変わってる。ほう、あー、そうか。前私来た時はね、あれだったんですよ。ちょっと収録に入ってないんですけど、悪魔、あ、やっぱ悪魔の壺か、ここは。前の時はね、あれでした。早手のリングでしたね。もういらないやーっていうところで。あー、そうなのね。で、これは空っぽなんだね。これはそのまんまだね。で、店屋1階東の樽って言われてもね、わかんないんですよね、これ。店屋1階東の樽ってなんだ店屋って、確かに店開きたいって言ってる人何人か雇ったので、2人ほど雇ったかな何やってんだろう、もう。そんな感じなので、ちょっとね、行ってみましょうか。まあ、とりあえずぐるっと回りましょう。あ、宿屋だね、これね。おう、安い、泊まっちゃおう。はい、で、あ、こっち抜けねんだね。ごめんなさいね、酔っちゃったらごめんなさい。あ、こっちは、お、アチさん、私はリファ族の神殿にした富士山です。覚えてません、ごめんなさい。蝶ネクタイね。いやー、これ結構骨折れるね、この作業は。で、こっち、店屋っていうのが道具屋なのかどこなのかわかんない。店屋1階東樽、これは、あ、これは宿屋だから入れないのか。なんかいいのありますか。いや、こんなんじゃダメだこれ裏から喋りかけたらまた違うんだろうね、セリフが。あ、いや、変わんない。あんた誰誰か分かんないじゃないあららら、らちょっと私もね、鼻声になってんですけどね、すみません。お風呂入ってね、さっきの収録からの間にお風呂入ってね、しばらく T シャツままいたらね、ちょっと寒気感じたんでね、そうすると鼻水がちょっと鼻が詰まりだしたんであらあらららっていうところですね。で、どうなってんだい。とりあえず建物の中だね。店屋ってなんだろう。はあ、お、あ、そうだ、使わないとね。私ハヤトのリング持ってるでしょ。これさっき見つけたやつだと思うんです。アイラさん、命の木の実、いや、命の木の実はね、マリベルさんかな。ヒットマト少ないもんね。
で、力の種はこれ私にしましょう。うん、こんなとこだね。蝶ネクタイはもういいか。あれ、この盾ってどうやって入るの？なんか、え？え？入り口がない。ほんと、あ、あったあった。あ、びっくりしちゃった。で、こちらは、肉暖炉だね。ああ、ヤーソコさん知りませんね。もう全然覚えてない。特に何もか。あ、ルーメンさんね。あ、ルーメンさんじゃない。ルーメンにいた方ね。ああ。あ、ルーメンさん。あ、ルーメンさんじゃない。ルーメン二人いたのね。いやー、もうあっさり見つかると踏んでたんですが。あっさり。まあ、あの、移民の町の規模が大きくなると必ず、手に入るみたいなので、一個は。あの、小さなね。小さなメダルね。これ15分枠で終わるかい？今度これが発展するんだね、きっとね。あー、ちょっと待てよ。これは何？あ、2つ入り口があるね。これが何人規模なのか私分かんないんだよね。あ、宝箱あるわ。移民の計画ね、今まで無計画に家を建ててきたが、そろそろ何らかの方向性を打ち立てなければならないと。例えば民家の多い住宅街にするか、それとも店の多い商店街にするかだ。どうしたものかと。宝箱は、お、来た。ああ、よかった。入った。宝箱って書いてる。ちなみに、あ、まだ20人なんだ、私。北東の民家、南の部屋、宝箱。あ、まだ20人しかいないのか。そうなんだね。ああ、まあでも、ここの設備は全部、あの、もうやっていきましょう。なんかあったら嫌だからね。てか、入り口わかんないんだけど。どこだ入り口これ。あ、ここか。もうこんなやりとりで7分費やしちゃったね。まあ、とりあえず取れたのでよしとしましょう。あ、コルト最近入れた人だわ。商人になるって言った人だね。シスターセーラー、いやー、わかんない。もう、あ、まだ20人しかいないのか。ということは私はちゃんと5人15人20人ってやってきてんだね。よかったよかった。宝箱であるのは本当にこれだけだもんね。あとは、あ、こっち入ったね。あ、これだけか。まだまだ、あ、発展させようかな。井戸の中に岩を置こうとして、紐をたわいと。あ、これじゃあ、だったらあれだね、あの、別のパートで組んでもいいかもしれない。移民の方を探すね、パートを作ってもいいかもしれないね。私だいぶ忘れてみてたからね。だってこれ全部で35人まで行くみたいなので、35人ってすごいよね。私、まあとりあえずこれ全部回ったね。回ったんで、あ、回りましたね。回りましたので、メダル王の城行きましょうか。いやー、なかなかね、あれでした。もうドンピシャで、メダルをね、集めるのにあんまり時間がかからなかったんですけど、ただね、途中まで私、今までずっと調べた情報は全部 DS 版でした。PS 版、あ、プレイステーション版じゃなかったので、今まですごく無駄という、無駄じゃないんですけど、違う情報を見てたんですね、私ね。さあ、はい、83枚になっただよと。なったぞよか。おお、賢者の石。さあ、貝殻帽子、こんなの絵はいらないですね。さあ、私が祝福はね、あー、そびそこと、よかったよかった。祝福会長ね、マリベルさんに渡しましょうか。いや、メルビンさんに渡しておきましょう。まあ使うことないからね。
で、賢者の石は私が持ちましょう。うん、使っちゃダメ。私ね。さあ、で次何もらえるの？あ、メタルキングの盾か。強いだろうけど、もう別にいいかな。っていう気がしてきた。さあ、じゃあね、まだ10分なので、これを見てみましょうか。あと1個、これが何なのかを見ないと。あのね、こう行くでしょ？フィッシュベルですけど、船に乗るでしょ？ちょっとあの人に待っておきましょうか。あ、アチさんも、アチさん、お疲れ様と。会場の旅は我々通過ご協力します。どこになると我らが船をお使いくださいと。あ、このセリフ変わっちゃったわ。実は先ほどのね、パートのイベント、神さんのやり取りが終わった後に行くと、神さんがあんな感じだったとは、みたいな感じの言ってくれるんですけどね、ちょっとすみません。その後私、うろちょろしてたんで、それをお見せすることはできませんでしたね。で、あ、これはね。お、よくぞ参られた、アチェ殿。こちらの世界に戻っても、我らの船がまた呪いの甲に詰まることはなかったようだ。これももしや精霊たちの集結した力のおかげだったのだろうか。まあ、ともかくこうして後悔できるからには、我々も協力させてもらおう。そう、それにアチェ殿にはとても素晴らしいお父上がおられるのだなと。漁師としてだけではなく、海の男としてとても尊敬すべき方と見受けしたと。無事に戻られて何より大切にして差し上げることだなと。オルテガさんじゃないや、私のお父さんどうなったんだろうね。で、こっからじゃあ何すんのというと、船を操縦します。ね、そっちに向かなくていいんだけど、ここです。これ行くと、まあ結局、このシャークアイさん、まあ過去には帰れないんだよね。これちょっと分かんなかったですよ、私。ちょっと言ってますね。むにゃむにゃ、うが、お客様と。わあ、海底王様なら玉座でお休みだよと。海底王様が眠っておいでの時は、寝息で海の上に渦ができるから、そんな時お客様が来るんだと。あ、今ご就寝中なんでね。グー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 なと。誰じゃわしの眠りを覚ますのは。お前さんたちは確か、どこかで会ったような気がするんじゃが、どこだったこれ。会いました。まあ、海底王さんと会ってますけど、姿形が違いますよね。なんじゃと。わしは海底王かと。あ、そうです。いかにもわしは海底の王、水の精霊様に仕え、海の生き物たちを見守るものじゃ。おう、そうじゃ、お前さんたち思い出したぞ。コスタールの国を救った旅の一行じゃなと。え、わしの姿か。じゃあ、その通りです。違うね。ほほほ、こんな姿で表を歩いていたら目立ってしまうじゃろうと。あのジジイの姿は、よう、忍ぶための帰りの姿じゃ。あら、海底王さんってジジイだっけ。あれあの、半魚人みたいなのが違うんだね、じゃあね。お前さんたちの聞きたいことは分かっておるぞ。シャークアイの奥方、アニエス殿のことで。ああ、そうだ。アニエスさんいたね。そうだね。まっこと悲しき決意であったが、あの一途な思いは水の精霊様もどこかで見守っておいでじゃろうと。いつかはシャークアイとも会える日が来るだろうと。え、今いないの？てっきりここにもういると思ってたんですけど。海底王様はとっても優しい方よと。恋人に裏切られて海に飛び込んで私を助けてくださったの。アニエス様のこともとても気にかけていて、特別な力を振り絞って、祈りの呪文をかけたのよ。アニエス様を再び人間に戻すのは無理だけど、1年に1日だけは戻れるようにって。その分だけアニエス様が年を取ってしまうけど、そうすればいつか会えるかもしれないでしょと。あんなに愛してる夫のシャークアイ様と。おー、アニエスさんが年を食うのね。でもアニエスさん死なないんじゃなかった？おいら餌じゃないから食べないでねと。海底王様は自給自足の質素な生活がお好きだから、おいらが畑の世話をしているんだ。アニエスさんが年を取って、アニエス様が人間に戻れるのは1年のうちにどの1日かって。おお、こんなことまで聞けるんだ。そういえばいつだったかしら。ああ、そういえばこの近くのフィッシュビルで毎年アミット漁が開かれるでしょ。確かそのくらいの季節だったと思うけど、よく知ってね。うちのフィッシュビルのあんな田舎のことをね。ここはこれだけなのね。
ということは話としてはそうならないとダメなんだね。はあ、なるほど。いや、初めね、その移民をやってる時にここに入ってきたんですけど、あ、これは進めちゃダメだと思って戻ってきました。さあ、じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。うん、そうですね、お時間よくなりましたので終わっておきましょう。こっち違うね、よくでしょ。それじゃあ、ドラゴンクエスト7終わっておきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。